10秒なんですよ。いや10秒はねやばくないですか。10秒でもうずーっとお風呂に入りっぱなしの状態でバイクに乗ってる感じなんで、なんていうか風ちょっと通って。必修チューブ始まりました。寒いよ。寒いっすよね。もうだって見ての通りストーブ、これ時期的なものがありますよ、うん、はい。ということで今日、うん、みんなにどうしてもちょっと紹介したいアイテム、多分悩んでると思うんですよ。みんな買おうかな、買わないかなって悩んでる感じありません？何を？今から紹介するやつ。ああ、まあね。ですよね。これがめちゃめちゃスーパーいいアイテムなんで。信用してない部分、俺持ってないから。そうですね。僕はね、持ってるんで、ちなみに、ヒートマスターっていう、うん、これ僕今着てるんですけど、これヒーテックって言うんですけど、僕今着てるの、うん。これの最新バージョンを、ヒートマスターっていう名前にこう、変わってるんですけど、そのヒートマスターさんのご協力で今回ちょっと、はい、こちらです。ヒートマスターさんのねご協力でこれちょっと譲っていただいたんですけど、あ、書いてある、はい、はい、これはねちょっと皆さんにご紹介したくて、これ僕今着てるのちょっと触ってみて、どうですか。ちょっとなんか薄シャカシャカ生地でしょ。なんかこういうコーチとあんま変わんない。そう、はい、この生地じゃないですか、うん、これ素材やばくないですか。伸びませんって言っちゃう。すごいこれ、めちゃくちゃ伸びるでしょ、うん、そう、これ多分他の部分も多分伸びるんですよ。今やっぱ伸縮って流行ってるんで、なんせあったかいのかってよね。そう、まあ、まあ確かにそうですよね、うん、まあ、素材からするとこれ僕プラダみたいな、プラダのプラダスポーツのジャケット僕昔持ってたんですけど、その生地感なんかすごい高級感のある生地感なんですよね。まあ、あるよね。なんか線が入ってる感がさない。これは、はい、あ、ここだなっていうの。そうですよね。これね実はね、うん、新しい素材を使ってるわけですよ。これ10秒ね発熱します。いや10秒発熱やばくないですか。10秒でじゃあスイッチオンするじゃないですか、スイッチオンして、10秒数えたらもうふわーってなってますから。まあこれでも結構あったかいんですよ。もうすでに10秒はいいね。まあ早いに越したことはないよね。そうなんですよ。特殊なカーボンファイバーの電熱が入ってるんですって。だから線を感じないんだと思いますよ。だからこれめちゃめちゃすごいいいんですよ。早く着たいでしょ。着たいよ。でも俺のしかないんでごめんなさい。どうしてあなたあるじゃんこれ。え、これ引いて。いやあるじゃん。そんなわけないじゃないですかね。ヒートマスターさんが、そんなケチなことないっすよ、シンさん。マジ？はい。実は、ここに、シンさんのもご用意しております。ヒートマスターさんにマジで、ちゃんとお礼言ってくださいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。今回本当に、撮影のご協力ってことで。そう、これが、10秒発熱の秘訣ですよ。3段階温度調整もできて、ハイテク素材なんですよ。で、12V に対応してますよ。セーフティー回路。全部読むんだな。あ、リモコンっていいね。リモコンついて、実はこれが、それがこちらです。リモコンいいじゃない。安心さん。このリモコン。リモコンは便利じゃないの。だって、そう、こういうのでこうカチカチやるのは。あ、そう。あのね、それ、僕今ついてるじゃないですか。手袋してやると、やっぱどうしても、かさばるんですよ。かさばって押せないんですよ。リモコンがあるといいんですよ。これさ、今ちょっと思っちゃったんだけど、岸くんとこれ、俺、はい。ふってやると、岸くん。いや。そんなことはないでしょ。そう、これ去年のタイプは、ここに USB 差し込むんですよ。あ、新しい、すげえ、はい、あ、ここから 12V の。そうそう、さあ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 。まあだって皆さん多分ハーレーとか、これハーレーだけじゃなくてもいいんで。じゃあ、シンさんだってほら、新しいバイク来てるじゃん。ここではい。もう。すごくないですか。ヒートマスター、まあこれ乗ってからね、いろいろ表現するけど、みんなだって温泉入ってるみたいな感覚で聞くんだよ、それこれも実はみんなってねえだろって思う。本当に、自分の体の中の水分、なんか蒸発してる感じします。このシリーズ、あ、これはグローブもそこにつけられるんですよ。だからスイッチオンすればグローブの方もつくっていう。付属品はこれまた別売りなんですけど、なんていうの、こういう二股のやつとか、分岐するやつとかね。そうそう、分岐するやつとかいろいろあるんで、手袋もちょっと狙ってます。今回だから。上着のジャケットね。の、ちょっとレビューをね、皆さんにご紹介したくて、絶対欲しいと思うんで、なんか多分ね、この上で大丈夫。大丈夫。パーカーの上で大丈夫。来る？あ、来ますよ。あ、でもちょうどいいかも。ね。タイト。あ、これね。ちょっと動かしてみて、体。どうすか？あ、
すげえこのストレッチ感じる。感じますよ、ね。あ、じゃあいい。よかったっすね。やりますよ。じゃあ、そうです。ちゃんと十分かかるよね。はい、いいっすよ。じゃあ、とりあえず、一回じゃあこのまま外でやってみます。ゲッシューブ始まりました。はい。高速道路のパーキングエリアなんですけど、今、車の中にいたおばちゃんが見てました。それぐらい声がでかかったってことですね。ほら、行っちゃった。見ちゃったよ。はい。ということで、今日ね、軽いちょっとツーリング動画ほらやってほしいってこの前お問い合わせあったじゃないですか。え、2人しかいない。友達いないのか、うちら。いない。なんでこの寂しい。寂しいね。そう、いないよ。だけど今日はちょっと2人で、うん、でインカムもそうだし、あともう一個この電熱 ね、電熱のこのレビューもちょっと含めてやりたいなと思ってて、ね、だ寒いよ。そう、はい、見てください。いつも通り来たよ、新さんの。この前ミッドウェイさんにプレゼントしてもらった2台で、やっぱ俺の方がかっこいいわ。見てみや、シンさん、シールドもほら高くなって。どう、あ、これね。はい、どう、でかければいいんじゃないんだよ。だからどうすか、まあ、まあいいんじゃない。ねまあね、これでも全然走れるからいいと思う。何それ、なんてやつですか。なんて、うわ、超綺麗だな。やっぱりてかね、超走りやすい。てか、すごい綺麗にしまっ。超綺麗。マジで。そう、やっぱこういう、やっぱシールドがいいと思います。いいね、やっぱプロフェースがいいよ。はい。ということで、じゃあここからは、動画のね、ツーリングの動画をちょっと流していきます。で、目的地は、フロックアミュレット。はい。みんなまた北行くんだ。また北行きます。はい、準備いいっすか。いいよ。じゃあ行きますか。あれちょっと足が寒いと思う。やばい。だから。やばい。だから行ったじゃないですか。今何色でやってんの？今？うん。自分つけてないです。え？つけてないです、まだ。いやだってその格好は絶対寒いっすよ。いやでも俺上も1,2,3,4枚行ってんだよ。で電熱ベスト。はい、上はね大丈夫、下が3枚でもダメだね。あ、下はねやっぱりエンジニアと、うん、まあ、あとはやっぱりあれがいいかもしんないよ、せんさん。冬は あのなんだっけ、あそこのえワークマン。あ、ワークマンいいよね。ワークマンも今ライダーズシリーズ結構出てるからね。はい、 DS スタンド、はい、出てますよ。俺はじゃあこっちのおっさんのとこだに。あ、俺これわかんねえんだよな。こんにちは。よろしくお願いします。カードを、どう、ハイオクで、はい、カード、ハイオク満タンで、うん、現金で。いや、そんなめんどくさい。これだ、開いた。どういうこと。開いた。それでこれだ、すいません。あ、で、これを回してこれでいいんだ。シンさん、これ袖貸して。袖手の、うん、このあったけえの、これこっからこっち出して、あ、そういうとこ、そういうとこなんか、うん、俺がやりたい。ガソリンスタンドでこうやって立ち往生するのがいいっすね。ほんとだよ、もうなんか素人だよ、恥ずかしい。で、これでつけて、いいんですよ、これでいいんですよ。つけて、入りました。みんな見てるよ、なんかあの子スタンドの片手に投げられない。手袋をしてもらってるようになっちゃうな。恥ずかしいんだよ、だから。ありがとうございました。ありがとうございます。手袋、そう、手袋の電気今入れる感じです。長押し？長押し、そうそう。恥ずかしいだろ、だってお前スタンドでチームできねえんだぞ。あいつはって、いやいやいや、
いやほらこの景色、こののどかな景色最高じゃないですか、ケンさん。本当だよ、でもさ、はい、夏の方が良くない？このなんか見ると寒くなるよ。まあ、実際寒くはないけど。気のせいです、それは。気のせいです、見てください、ほら、だってこっち側にほらちょっとだけしか雪残ってないから。いや、寒くなるよ。ちょっとだけ、でも、やっぱエンジニアブースってかっこいいっすね。え？ああ、かっこいい、かっこいい。ああ、ちょっと釣らないで、釣らないで、こらえ？釣らない、何やってんだって。温めるじゃん、だって。違う、ダメ、シーさん。いや、俺もね、ダイナーも来るんだぜ。来てますよ。オートレーサーみたいでしょ。オートレーサーみたい、いや、いい感じ。うわ、怖い。いや、ただの水ですよ。怖いな、雪は怖いよ。えらいいるけど。本当だ。お疲れ様でした。あ、シンゴさんもいる。あ、へい、おい、おじゃす。どこ、どっち食べる？そこでいいですか。おじゃす。こんにちは。はい、てなわけで到着しました。やってんだもん。はいはい、みんないるよ。ほらジョイさんもいるよ。おじゃすさんもあっち行っちゃってるからね、笑ってあっち行っちゃってるから。おじゃす、ジョイさん。みんないっぱいいるんだけど何やってんだろう。全員に答えよ、全員に答えよ。応援されたらもうそれにやっぱ答えなきゃいけないってことですよ。おばさんでも。おい、何それ。おい、かわいいね。30歳の女の子、あ、虎年だからね。そうです。はいはいはい、みんな虎になれましょう、今年は。ですよね。大虎、大虎飲んだら大虎行ってやりましょう。飲んだら大虎になってやりますよ。ということで、はい、着きましたよ。いきますよ。はい、こちらです。ドン来たよ、フロッカミレット。はい、もう早速ね、中にシンさんいると思うんですよ。うーわ、もうコーヒーとか飲んじゃってる、あの人温まっちゃって。ジョイさん、お邪魔します。お邪魔します。あの人はもう早速コーヒー飲んじゃって、もいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、超雰囲気変わりましたね。そう、うら、だいぶ変えたの。皆さん、冬物がいっぱいありますよ。こっち、これもずれてますね、ちょっと左の方に。そうっすね。はい、あ、しかもこのガラスケースがそこにあったやつが、あ、すごい素敵。水で、あ、僕は水でいいんですよ、ジョイさん。当たり前じゃないですか。はい、来た。皆さん、イーブルアクトのズボンとか。いや、これだ、めちゃくちゃ売れてる手グローブ。これですよ。あ、まだありますよ、ここに。これ、あれじゃないですか、まだ第1弾のやつが残ってるんですね。うわ、超いいじゃないですか。これ僕と同じやつです。まだ、ジョイさんのところにありますね。こっち側は？あ、ヘルメットだ。あー、シャンビートルもありますよ。あれ、この前、りょうくんにありがとうございました。いい、こちらこそ。ありがとうございました、ありがとうございました。りょうくん、喜んでました。早速、イベントの時に。あ、本当ですか？いや、ありがとうございます。はい。てか、何やってんすか？また冷やかしか、僕。買うのか買わねえの。買いまーす。あーすか？買いますか？もちろん買うでしょ。はい、まあまあ、ジョイさんとかリニューアルしましたんでね、皆さん遊びに来てください。L ですよ、多分。あ、いい、似合う。かっこいいですよ。ちょ、後ろ見てください、後ろ。あ、長さ的にもいいっすね。それいいな。ジョイさん似合ってますよ。それいいっすよ。買いますか、買いませんか。早いんだよ、買いまーまで言わしてくださいよ。ます、うん、早えな。チャンネル登録してね。何、顔がふざけてるんだよ。何がさ。見てみるよ、自分は。どれ、これで見れます。何か顔がふざけてるんだよ。ちゃんさ、あの、あれに似てるってやったことあるんですよ。なんだっけ、あの小人図鑑の。いるいや、お前本当なんかメーカーに謝れ、失礼になっちゃうんだよ。失礼になっちゃう、うん、ダメ、おかしいな、これ超かっこいいのに。悔しいな、こういうの。顔がふざけてるんだ。顔がふざけて、いや、それはもう一応先祖に言ってくださいよ。本当に、明けましておめでとう。
え達也もうすき立つあいつなんか足痛いらしいんですよ朝から電話かかってきてまあ見てあげるよ、うん、あそこらへんですねそこらへんですね痛いです痛い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 じゃあいいかいいかじゃあこう本当治療だから痛っちょっと痛い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 そこ超痛いです痛っちょっとこれでさ一回さ、歩いてみていいよすげえ。すごいね、良かったじゃん。すごい。いや、良かった良かった良かった本当。じゃあ大輝の方。はい。一応安くはしてあるんで、うんうん、ちょっと8000円ぐらいですか。そうです。馬代だけで。であとそれとあと俺の治療費が18,000円で、うん、18,000円安いなぁ馬代安いよほら安いよ8,000円で18,000円26,000円これ保険効かないから効かないからあと誰にも言うなよそれではまたはいお疲れ様でしたありがとうございますまたありがとうございましたどうもじゃあねじゃあねこのぐらいの風の通さない洋服を着てこのストレッチの、うん、電熱したらもうずっとお風呂に入りっぱなしの状態でバイクに乗ってる感じなんで なんていうの風ちょっと通っちゃって寒いよって人は、うん、そのシャカシャカの方がいいどうしたどうしたどうした右の右のこれ右ですあれこれ左だっけ左だ出たおい全然左だそうだよな、左だよなそうそうそういや、でもみんな、動画見てくれてる人も乗りたいと思うんすよやっぱバイク好きじゃないですか、みんな見てる人まあバイク、いやバイク好きじゃない人も実はめっちゃ見てくれてるみたいなんであ、そうはい、だから今後ちょっとサムネイルを、うん、ライブ配信で、うん、その一個一個の動画、どのシーンが面白かったかっていうのをちょっと、ライブ配信でもらって、で、そこをサムネにしたいなっていう。うん、ということで、こちらの商品ですね。概要欄の方に、貼り付けておきますので。いいよ。これいいっすね、マジで。あ、ちょっと寒い、寒いって思っちゃった。はい。二輪館とか、うん、あとライコランドとかにも確か売ってたと思うんで、まあ、皆さんぜひ欲しい人っていうか、は絶対に気になってた方とか多分買っといた方がいいです。あったかい。めちゃくちゃあったかい本当に。あと便利。ワイヤレスリモコン本当良かった。いやワイヤレス最高です。ああ良かった。はい。マジで最高なんで。良、うん、かったね。はい、うん。チャンネル登録してね。ということでですね、皆さんご視聴いただきねありがとうございます。ありがとうございました。今日はこのレビューをどうしても撮りたくて、うん、はい、撮らせていただきました。はい、ということでですね、キッシュ部ですね、引き続きインスタ、ツイッター、フェイスブックやっております。皆さんフォローの方お願いします。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。はい、ということで今年の冬は俺ら最強なんでバンバン走っていきたいと思いますよ。そうだね。はい、ケンさんマジ走りますからね、よろしくお願いします。苦じゃないからね。あ、まあそうなんです。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで皆さん、バイバーイ。よし、てなわけで買ったんすよ、これね。これをここにぶっ刺すんだろうね。見てよこの雪、半端なくない？うわ、なんだよ、雪乗っかっちゃってんじゃねえかよ。ケツがちょっとどけどけ、雪よ。そういうことね。あ、ちょっとせっかくなんでオレンジとかにしようかな。どれだけあったかいのか。おお、これ、あ、これ、これ左だ。これね、これあったけえわ。で、あったかいです。あったかい。ちょっと待って、これちょっと一番あったかいとどうなんだろう。はい、でこれね、スマホもタッチできるっていうね便利機能がついております。
で、あとはやっぱみんな履いた方がいいなと思うのはやっぱり長いブーツだよね。ブーツとか履いた方がいいよね。ワイパー、シールドにワイパーが欲しい。シーンって、真冬だね、本当にね。しょうがないね。手がめっちゃ寒いんだよいつもっていう人は手袋めっちゃおすすめです。